皆さんこんこにちは松武信之ですえー、ご存知の方もおられると思いますけれどもあの10月の5日6日と共産党が第9回中央,委員総中央委員会総会を開きましたでそこで党大会次の党大会を来年1月15日から18日まで開くということが決まりましたでご存知のように私はその党大会で あの除名問題の再審査をしてくれということをあのお願いしておりますので、まあ、いよいよあのその大会があの招集されたということで自分のこの YouTube でもですねその訴えをこれからあの本格的に強めていきたいなと思っておりますあのよろししくお願いいたします。 それで、まあそういうこともあって、その6日の日の夜にですね、あの YouTube チャンネルで、ライブでね、あ,あの初めての試みとして、私に何でも聞いてくださいという試みをしました。まあそれでいろんなご質問があったんですけれども、あその時に、ああ、そうか、そういう誤解をされているんだというか、あ、というふうに思ったのがですね、あの、私と、 あの、鈴木玄さん、はじめさんですね。えー、の間には、あの、微妙な違いがあると思うんだけれども、それをどう考えるかみたいな、まあそういうご質問を、あの、が寄せられたんですね。それで、まあ何がびっくりしたかと言いますと、あの、私と鈴木さん、まあ、確かにそういう、 きっとあの私と鈴木さんはすごくつながりがあって、えー、政治的な見解についても似通っていてでだから分派だって共産党中央から言われて批判を受けたんだろうって、えー、処分されたんだろうというふうに思っておられる方が、まあ、たくさんいるんだろうなと思ってあそれでちょっと今日は一つその問題に限ってお話ししておかなければならないなって思ったんですよね。 あの、もちろん私は、あの、鈴木さんは、あの学生、私が学生の時代に、鈴木さんは、あの、京都府委員会で、共産党の青年学生部長をやっておられました。まあ、だから私は、あの、京都大学とかですね、立命館大学とかと行くたびにですね、 鈴木さんともお会いして、あの、意見交換もするというか、まあ、まあ、相手は共産党ですから、ご指導を受けてですね、やってきた、まあ、古い知り合いで、まあ、すごく、京都の非常に大きな学生の党組織を作り上げた、その中心におられた方なわけですから、まあ、尊敬もしております。で、かつ、あの、私が、あの、共産党中央委員会退職しようっていうふうに思ったときに、 ね、あの私はまあ大学卒業してそのまま共産党の先住者になったわけで何の経験もないわけですよね一般の社会で働いただからそう職場を見つけるのは容易でないっていう時に鈴木さんがですね、えー、相談をしたら 当時は立命館大学で働いておられたんですけども、ま、鴨川出版を紹介できるよということで紹介してくださったので、大変あの感謝もしております。それで、しかしですね、私とこう鈴木さんの間にはなんかすごく分派になるような政治的な意見のこう接近があるかというと、ま、率直に言ってま、ほとんどないと。 いうふうに、あの、ご説明するしかないっていうふうに思うんですよね。で、まあ、両方の本を、2人の本を読んでくださった方ならわかると思うんですけれども、だって私はですね、まあ、ずっと、 1>, 1月に出した本でも、新日本共産党宣言、8月に出した不破鉄道支援の手紙でもですね、一貫して2000年のにできた新規約、2004年にできた新公領、もちろんその改定がありますけども、現在の公領と規約は支持するということを表明しております。 で、まあ、ターなんかを見ると、私が公領や規約への攻撃をしているというふうに書かれているので、えー、きっと公領や規約への批判が書かれているんだろうっていうふうに、まあ、思い込んでしまっている人もいますし、まあ、そういうふうに一体どんな、 攻撃が書かれてるんだろうと思って書いた人はですね、私の本を読んでびっくりして、攻撃なんかどこにも書いてないじゃないかということで、感想を寄せてくれる方もいるぐらいですね、えー、私は公領と規約を支持して、その枠内で共産党がどう変わっていくかというか、枠内でというよりも、本当にその公領と規約を、今の党の活動って公領と規約からずれているって、大きくずれていると思うので、こう 党のののの活動を法と規約にに沿ったものにしたもしいっていうのが私の立場であります一方、あの、鈴木さんはですね、これも本を読んでみていただければわかりますけども、公領と規約のいろんなところを中心点も含めてですね、間違いであるという立場で本を書いておられるわけですよね。 それで、まあだから、中身までは言いませんけども、民主集中制も、私は、あの、党の法あ規約に書いてある5つの原則の枠内のものであれば、当然、それは党にとって必要な原則だっていう立場ですけれども、鈴木さんは民主集中制は間違っているっていうふうに書かれている。で、あるいは鈴木さんは、あの、共産、 要するに共産主義を目標にすることをいやもうやめるべきだということも書かれております。 で、私は別にそんな、今の現行の綱領の規約の社会主義の考え方っていうのは支持しておりますけれども、しかし同時に、あのー、マルクスがその考えた、共産主義を考えた当時からですね、まあ、百何十年が経って、で、世界のいろんなその後の社会主義を目指したり、あるいは人権をこう擁護したりするいろんな戦いの中で、 共産主義っていうことの概念、捉え方はいろいろ変わっているので、 まあ、それに合わせて豊かにしなければならないという。まあ、これはそのうちお話しすることがあるかもしれませんけども、しかし、公領や規約は支持しているって。まあ、だから、まあ、そういう点では、だって公領と規約が間違っている人っていう人と正しいっていう私がですね、あの、分派だっていうふうに、この、言われて、批判されて、まとめて、え、除名されるっていうこと自体がですね、まあ、大変、あの、 というかまあ、おかかしいといととうかですねなことだと思うんですよねそれでまあ私はだから編集者として何でそんな違う立場の違う本を出したんだって編集者として鈴木さんの本を出したんだって言われるかもしれませんけれども、まあ、それはやっぱり出版社というか編集者って別に自分の考えに沿ったあー本を じゃないと出さないっていうことじゃないわけですね。著者があって、その著者の考えで本を出したいっていうふうにこう言ってきて。でもちろん、あの、それについて必要な意見を言うことはありますけれどもそ、あの、それに意味があると思えば出すわけですよね。で、鈴木さんの本は、私は、だからそういう点では私と意見が異なるっていう。 すごく異なるということがたくさんあると思っていましたけれども私が鈴木さんにあの中身に関わってあの意見を言ったのはもういあのだいぶ意見は違いますけどももういいですから思いの丈を書いてくださいって言ったんですね。ややっっぱり60年間共産党員をやってきてその党員員をててきそののいろんな の生活の中で自分が感じ取ったことをまあほとんどねもうその人生が終わりに差し掛かる時期にこれはどうしても残しておきたいっていうその強い思いが伝わってきてでそれはまあ誰もねえー黒塗りにしたり削除したりできるものではないなと思ってまあ書いていただきました。まあ、だからそういうい点では ね、あのもう40年前に不破さんと上田さんが全員に自己批判をされました。 で、あれはね、で、自分たちは分派主義に陥っていたっていう自己批判をされたわけですけども、あれはその研究会を救ってですね、要するに構造改革、要するに当時の構造改革論の立場に立って、えー、要するにその現行考量、当時はまだ考慮を議論中でしたけども、自分たちはそれとこうね、別の考え方が正しいんじゃないかと思っていろいろ議論したものを公表された。まあそういう点では、 ね、その公領と異なる公領別の公領みたいなものに通じるっていうんで、自己批判されたのは、まあ、あの、ね、意味があるかなと思いますけども、そういうものとはまあ全然違うわけですよね。で、これはまあ別に、要するに分化とは何かっていう問題にも関わりますので、ぜひこれからですね、 要するにその私はもう党大会に向かって党の考領と規約現行考領と規約はどんなに正しいのかとでそれで現在の党中央の考領や規約への理解はあどこがどう間違っているのかっていうことをまあ論じていきたいと思いますので、まあ、その中で分派とは何か。 民主集中性とは何かっていう問題についても、えー、何回もお話しすることがあると思います。これからもぜひよろしくお願いします。あの、ぜひ、あの、これを視聴されている方、あの、YouTube のチャンネル登録をしていただいた上で、引き続き、あの、視聴していただけると幸いです。今日もどうもありがとうございました。